もこんにちは、ゆうぱです。今日は公園で野鳥の方を探していきます。今日ちょっと風が強いんで、もしかしたら音を消してるかもしれないんですけど、楽しめるように動画作っていきますんで、よろしくお願いします。僕のチャンネルでは野鳥メインで動画の方を撮っていきます。実際に野鳥を探す動画の方では野鳥200種の撮影を目指して動画の方を撮っていきますんで、興味のある方、応援してくれる方、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ今日はマージンと一緒に動画の方を撮っていきます。誰やいや俺なりに、ちょっと動画の賑やかしをしようと。あ、ほんま、ありがとう。マージンです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きますか。よし、行こう。今潜ってんねんけど、出てこへんかな。あ、出てた、あの子。あれか。うん。わ、すげえ、めっちゃ綺麗。やばい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 あれ、ミコアイサって鳥やねんけど、俺があのチャンネルのアイコンにしてる鳥。ちょっとどの鳥取っていいか悩んでしまうわ。めっちゃカワセミ降りそうやけどな雰囲気100点中何点カワセミロケーション、おう、これは80点じゃないの。あ、いやなでもさ、うん、もうちょっと3月中旬とかここ初旬ぐらいやったらさ、こんなとこおったら寒ってなってたかもしれんけど、 なんかいい感じよね。おう、あー、いいな、金黒さん。金黒ハジロ好きやねん。いや、大体の鳥好きやけどな。逆に嫌いな。いや、おらんな。あれさ、カンムリカイツブリって鳥やねんけど、めっちゃ夏バネになってるわ。もういや、新緑の季節やね。一句読みたくなる。読んで。読めへんけど。春風に新緑緑輝いて。新緑緑輝いて。新緑緑って表現合ってんの？頭痛が痛いみたいになってない？大丈夫？そこは触れたらあかんね絶対なっとるから俺も言いながら思ったわOK、俺も捉えた。おお、一緒に見たら喋ったやな。あの子、メスやわ。こんなめっちゃ見れたの久しぶりよ。俺もさっき光当たった時めっちゃ多かったな
写真撮ろう写真。うわ。でっか。でっかいキノコやな。なよな。驚きの木だよな。久しぶりにキノコ大先生ですね。でも何かわからん。推測は？わからん。ハラタケかな気がするけど。ハラタケかなんかいっぱいやからな。マッシュルームもハラタケかやし。マッシュルーム感あるよな。なんかこれあるある。白ハラごっこ。白ハラごっこ。あの落ち葉ガッサガッサして食べ物探してるのを俺は白ハラごっこと呼んでる。あ、すげえ茂みの中やわ。あ、出てきた出てきた。四十からやな。川よし。丸丸って。おお。やろう。この子多分オスじゃないかな。メスは全く違う感じ。いや、メスも同じ感じやねんけど、あのなんや、顔のさ下から胸にかけて黒いネクタイみたいなのがあるやろ、模様。メスはあれが細くて、オスは太いんよな。なんか食ってんな。おったおった、カワセミ。あの80点の場所。おったな。この子もメスやな。なんかおった。うん、さすが80点やな。勝手に点数つけてるけど。半端ない枝。マジ枝。最初冗談でさ、うん、枝がメインのチャンネルって言っとったんやけどさ、うん、最近あながち間違いじゃないなと思いましたなかなかないと思うで、枝をメインにしとるチャンネルさ。需要と供給が合わない。合わんな。でも枝を見るならイーパさんのとこやってならへん。ちょっと座ってんな、うん、カメラを回してるから、うん、お疲れ様でした。いえいえ、ありがとうございました。ありがとう。結構鳥見れたな。確かに、よく見れたけど。ちなみに新種は
ゼロやな。いや、いいねん、こういうのもあるって。これからどんどんこういうの増えていくと思うけど、これは鳥の姿をお届けしたい。その中で新しい何たくさんの種類入れたらいいなっていうふうに思ってるからさ、うんうん、OK。 まあでも楽しかったら楽しかったな、うん、ね、イーパの野鳥観察日記、野鳥メインで動画投稿してますんで、興味のある方ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとう、はい、マージン。いやいや、また誘ってね。はい、じゃあバイバーイ。バイバーイ。